ピンチがチャンス、ジェジェチャンネルです。さあ、いよいよ田村瑠奈の母親、田村浩子の裁判の2回目が開かれました。いろんな真実が出てきましたね。怪しい裁判になってきましたね。ただですね、この裁判を傍聴しに行った方、そしてこの記事を昨日お読みになった方、ニュースを見られた方のほとんどがこう思ったんじゃないですか？ん？待てよ。やっぱり田村浩子、田村修、お父さんとお母さんは、この犯行のことを知らなかった。ルナのことを知らなかった。ルナが首を切断して、ね、この殺害をするということを知らなかったんじゃないかな、やっぱり。お母さんも裁判で涙を流していた。お父さんも淡々と、正々堂々と、私は知らなかったという発言を続けた。こういうことでですね、ほとんど聞いてる方は、こう思ったと思います。お父さんもお母さんも知らなかったんちゃうかな。お母さんってこれ無実なんやないやろか、家族も辛かったやろなっていうふうに思ったと思います。さあ、それはどうかなということですね。このチャンネルはですね、そうではないんですね。斜め45度から、ね、めくっていって、さあ、この精神科医のお父さんとこの検察との戦いはいかにということですよね。この裁判ですね、僕はどこに注目したらいいかというね、ところをまず先に皆さん方にお話しておきます。ね。この3人ですね、ひろこもお父さんもルナも全部個別に裁判が行われます。容疑は全部違うんですよ。もちろんメインはルナが実行犯ですから、ルナが首チョンパをしたという事件。これは殺人容疑で、まあ言ったら無期懲役ですよね、になるのか。それとも有期刑なのか。もしも精神が耗弱していたということであれば、非常に軽い罪で済む恐れがある事件でもあることは間違いないんですね。ただ精神鑑定をやっているのでどうかなということですよね。で、お父さんの方はですね、このルナの殺人を幇助したのではないかという裁判です。で、今回この二つの裁判ではなくて、お母さんですね、殺人罪ではないんですよ。ルナが首を持って帰ってきた、これを隠蔽することを手伝ったか手伝ってないかという裁判なんですよね。で、もしも手伝ってなかったとするならば、お母さんはこれ完全に無罪。だから今あんまり顔も出たりしないんですね。で、非常にですね、裁判を出た方の証言によると、非常に髪の毛を後ろでさっとくぐってですね、白いインナーを着て、カーディガンを着てですね、非常に清楚な、上品なお母さんだ。だと。そして裁判中に今回修ね、修も証人としてですね、弁護側からね、お母さんは知らなかったでと、だから無実なんやでということを証明するためのね、証人として出廷して、お父さんが出てくるまではですね、凛としていたお母さんはですね、なんとお父さんが出てきて涙を流した。お父さんが出廷していくときに久しぶりに会ったからかな、涙を流した。まあお母さんはですね、非常に耐えきれない思いの、この心情っていうのが裁判で伝わってきたというですね、見に行った方からのコメントが出てるということなんですね。さあ、お母さんは涙を流す。お父さんはたまに笑みを浮かべながら、それも不敵な笑みではないですね。なんでそんな質問をすんねんと、ね、俺たちは全く知らんかったよというような軽い笑みですね。不敵な笑みではないです。浮かべながら、ね、この裁判官の質問に答える。非常に長い裁判でした。1時半から始まって5時過ぎまであったんですけれども、修がですね、過去3年間にわたって、家庭内でルナと家族との会話を録音したテープを発表するということだったんですけれども、時間が押してきて、それを発表する時間がなかったので、裁判官が、まあ5時ですよね。公務員ですよね。あ、5時来た。もう裁判終わらなあかんことですよね。ここで終わり言うてね、このテープちょっと待って、次回8月30日ですわね、第3回目ね。8月30日にテープ聞こうかいうことになってバーンと閉廷したということなんですね。で、今回の見どころというかですね、この裁判、まあ、僕のちょっとこの言葉の使い方多分間違ってますよ。騙されたらあかんよというかですね、ここを見てくださいっていうね、注目をどこにしなければいけないかというと、この裁判ね、お母さんの裁判もお父さんの裁判もある意味、まあお父さんの裁判は状況証拠がたくさんあります。ね、迎えに行ったりしてるし、一緒に
刃物を買ったりですね、氷を買ったりですね、一緒にクラブにも行ってるし、その行動パターン自体、状況証拠がたくさんお父さんがあるので、この話はお父さんの裁判が始まってからにしたいと思うんですけれども、お母さんの裁判に関してはですね、これはですね、非常に悪魔の証明に近いんですよ。状況証拠もほとんどないんですね。で、ルナもですね、携帯電話を iPhone 6っていうのを使っててですね、LINE とかそういうアプリが入ってないんですよ。なので、追っかけようがないんですね、この事件ね。なので、お母さんに関しては、今回の事件、お母さんに集中した動画にさせてくださいね。これお父さんとルナの話を入れると、今回の裁判の説明がややこしくなってくるのでね、ちょっとお母さんのことだけに行かせてもらいたいと思うんですけれども、この裁判はどこを見たらいいかというとですね、悪魔の証明なんですよ。何が悪魔の証明かというと、人の心の中の裁判なんですね。お母さん、あなたはルナが犯行を犯すことというよりも、首を持って帰った後に、頭部を持って帰った後です、お母さんの場合は。ね、殺人容疑ではないですから、持って帰った後に、その首をね、置いておくことを手伝いましたか、手伝ってませんか。こういう裁判なんです、簡単に言うとね。お父さんの方は知っていましたか、知らなかったですか。で、お母さんの方にも、このルナがやることを知っていたか知っていなかったかということは、非常に重要なところになってくるんですけれども、どちらかというとですね、まあ、こんな簡単なことですよね。首を持って帰ってきた時にですね、置く場所をね、一緒に相談したかとかですね、顔を一緒に拭いてあげたかとかですね、目ん玉くり抜く時にですね、このスプーンはどうって言ってあげたとかですね、まあ、こういうように、お母さんお手伝いしましたか、ひょっとしたら、お母さん、ルナが首を持って帰ってくること、ちょっとぐらい話で聞いてたんちゃうのとかですね、ここが争点なんですよ。つまりですね、これは分かりませんよね、密室のことですからね。お母さんがね、ルナにね、お母さんちょっと持って帰ってきた首の皮めくろ持てんねんけれども、都合のいい包丁ないやろか、ペティナイフでいけるやろか、うん、このナイフがいいんちゃうって渡したかも分からへんやんかね。ってとかね、お母さんちょっと目ん玉くり抜こうと思ってんねんけれども、ちょっと大きいスプーン、大のスプーンでええのあるとかね、レンゲの方がやりやすいかなとかね、まあちょっとこんなことを相談したかどうかなんてことは分かんないじゃないですか。つまりお母さんの事件の相談っていうのはそういうことなんですよ。ねえお母さんってね、これはもうこの検察というかですね、やりとりですよね。でもお母さんはですね、完全に否定してるんですよね。娘がね、帰ってきて、それから3日ぐらい経って気づいたっていう話なんですよ。で、なんで気づいたかという話は前回の動画でしてるので、しつこいからしないです。もう今日は長くなるからね。でも知らなかったとね。で、なんで警察に通報せえへんかったんや、言うたらですね、もう警察に通報しなくても、娘が捕まることは分かっているからね、捕まるまでの間、娘との時間をね、母親として過ごしたかったっていうのが理由なんですよね。で、ここでですね、一つポイントがありますね。そしたらですね、皆さんこう思いませんか？いやいや、首を持って帰ってきて3日後に気づいても逮捕まで20日あったやないかと。この20日間の間、家に置いておくことを黙認したということは、これは隠蔽ね、隠蔽に当たるんやないか、手伝ったこと幇助に当たるんやないかというね、ことが言えるやないかと。だからそれはね、証言があろうがなかろうが、3日後に気づいたんだったら、お母さんも犯罪に手を貸したと言えるんやないかっていうふうに、僕ら思いますよね。これはですね、もしも家族でなければそうなんです。家族でなければ、一緒にその現場にいて通報しなかったら、これすぐ罪になるんですけれども、家族の場合は、ね。それをですね、まあ、言わなかったということに関してね、知っていたけど言わなかったということに関してはですね、これは罪に問わない。家族の場合はね、ちょっと違うんですよ、心情的に。法律でも家族の場合は罪には問わないという規定があるんですよ。なのでここの部分でね、3日後に知ってたからお前罪があるやないかというのは、これは法律的には難しいということを頭に入れてこの裁判を見てほしいんですよ。つまり家族の場合はね、そんな事件を娘が犯したけど警察に電話せえへんかったことね、これは罪にはなりませんよ、家族の場合は、ということがありますね。これ頭に入れておいてくださいね。そしてもう一つですね、この事件を、この裁判で何を争うかというと、たった一つなんですよ。知っていたか知っていないか、ここが争点なんです。
つまりですね、検察側は知っていたやろ、知っていたやと、こんなような状況証拠の中から、あなたは知っていたからこの行動を取ったんではないか、あなたは知っていたからこういうね、行為を娘としてやるのではないか、これが検察側から追及していきます。この状況証拠、推測の中から、あなたの心の中ではこうではないかということを検察は突っ込んでいくわけですね。これで立件しようとしているのが警察です。ところがお母さんはですね、いやいや知らなかった。いやいや知らなかった。娘のね、犯した犯罪のことを犯罪後に知った。だけれども、一切その首をね、要するにお風呂場に置いていくことをきれいにね、ちゃんと保存できるように手伝ったり、スプーンを貸したりですね、そんなことも手伝ってもせえへん。ただ見てるだけやと警察にも通報するのも親心としてできなかった、苦しかったということでいきます。つまり知ってたやろ、知らんかった。これが争点になるということですよね。さあ、どうなっていくのかということですけれども、それでは裁判でどのようなことが言われたかということをですね、詳しく皆さん方にお話していきます。注目はですね、なんと被害者家族ですね。被害男性、あの女装家の被害男性の家族の証言なんですね。これが驚くべき証言だったんですよね。僕たちが聞いてた情報っていうのは、ちょっと立ちの悪い被害者やったと。女装をしてクラブに通って、ね、そしてうまいこと女の子に近づいていって、レイプまがいのことをやって、いろんなバーに出禁になっている。ちょっとこの被害男性も、問題があったやないかと。そしてルナ自体も無理やりね、安心させておいて、カラオケに行こう言うて安心させておいて、実はラブホテルにうまいこと連れて行って一緒に寝ようとか言って、いつもの手口ですよね。女装してるから安心させて、一緒に今日はもうラブホテルも泊まっていこうって安心させた上で、いきなりバーンと表現してレイプしたんやないかというふうに思われていたんですけれども、そうではないと。被害男性はそうではなかったというですね、証言を息子さんであったりお母さんがしたんですね。お母さんというか母親というか女房、ね、女房がしたんですよね。で、女房はどうやってこの事件のことを知ったかというとですね、その当日もね、今日ご飯食べに行くのって聞いたらしいですわ、被害男性に。そしたら、食べに行くのじゃない、食べに帰ってくる、何時頃帰るって聞いたらですね、被害男性は、いやいや、今日はすすきのでね、女装してパーティーに行くねん、言うてね、今日は帰りが遅くなる、言うて家族に言っていったらしいです。そうなんです。この被害男性は、家族に自分が女装の趣味であるということをみんな公表してるんです。で、兄弟もみんな知ってたんですよ。そして家のリビングで女装の道具を並べてみて、今日は何着ていこうとか化粧したりですね、自分の知り合いを呼んでメイクをしてあげたり、非常に明るくハッピーで、人を楽しまれせることが大好きなお父さんやったという証言なんですよ。つまり隠してた、秘密にしていたわけではないんです。大っ広げにしていたということなんですね。で、その日もですね、そのディスコに行くこと、ね、をちゃんと家族に伝えていったと。ところがですね、次の日にね、奥さんがね、帰ってけへんから LINE をしても連絡ない。次の日も連絡ない。あれおかしいな。いつもですね、好きなことやってる旦那にしても、こんだけ連絡もつかない。しかも LINE が既読にもならない。見てもいないということで、不審に思ってですね、ちょっと3日目ぐらいに警察へ問い合わせたんですよ。こっから始まるらしいです。警察へ問い合わせ、いや、旦那が帰ってけへんねんとか言ったらですね、後日また警察から連絡があったらしいですわね。ちょっとですね、言うて。ご主人のご遺体が見つかったんですけど、言うてね。で、お母さんなんかようわからんかったらしいですわ、その奥さんはね。でね、いやいや、ビデオとか見せてもらったらね、顔見たらわかります、言うてね。この人知ってますかみたいな形でビデオとか映ってるじゃないですかね。ラブホテルに入っていくとこね。なんかうちの旦那に似てるなーって言われたんですけど、ちゃんと遺体を見せてくれたら私は旦那かどうかわかりますからーって言ったらですね、警察がここ映画のシーンのワンシーンになるでしょうね。その被害家族に言ったらしいですわ。実は頭がないんですよ、言うてね。これ何を言ってんのか分からへんかったらしいです。衝撃の一言でですね、何を言ってんのか頭が真っ白になって分からなかったらしいです。で、それからいろいろね、情報をね、この札幌でこの頭部の事件がね、問題になってるということをどん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 調べていったらしいです。この人ね、テレビも見ないし、インターネットもしないお母さんになったらしいですわ。まあ、そんな人もいてんのかな、今の時代にね。そしてですね、これが自分の旦那ということが分かってびっくり仰天ということなんですね。で、息子さんの証言がですね、えぐいんですけれども、息子さんはですね、バイクに乗ってるんですよね。で、この被害男性もすごくツーリングが好きで、このお父さんと息子さんはよくツーリングに行っとったらしいですね。そして息子さんもお父さんがそういった女装をするということを知っててね、非常に人を楽しまれることが好きなお父さんやとね。でもお父さんはね、3回殺されたと思うって息子さん言うてるんですね。1回
目はね、このルナにやられた時やと、ね、2回目はね、家で損壊された時やと、3回目は週刊誌でお父さんの悪口を言われたことやと、3回もお父さんは殺されたと。だから俺はですね、この家族全員、ここですよ、家族全員、お父さんもヒロコもルナも全員極刑にしてほしいって言ったんです。これ家族の息子さんのお父さんに対する愛情が出てますよね。うちの親父をここまでやったやつ許さへんと、うちの親父はそんなレイプまがいのことをする人間ではないぞということをですね、発言したということなんですね。ということで、このお父さんですね、お父さん自体は家族と非常に仲良くやっていた、そして趣味も全部オープンにしていたということなんですね。これが、被害者家族の方から出たと、つまり報道されていた、この被害男性の状況と、実際は違ったということなんですね。ですけれども、巷では、この方は女装をして出入り禁止になっているバーがあるとかっていう情報もちゃんとあるのでね、まあ、これはどうかなと思うんですけれども、ですけれども、今回のこの事件には、あまりそのような、この被害男性の素行というのは、あまり、深く考察しても関係がないので、こうしておきましょう。被害男性は、めちゃくちゃな女性と知り合って、おいたをして、大変な目に遭った、被害者であるという設定でいいと思います。深くこの方を考察する、必要はないのではないかなとね、お悔やみ申し上げますということでいいのではないかなと、今の僕はそういうふうに思ってます。この方がめちゃくちゃ、このルナ家族に何かをしてですね、そして自分が引き金を引いて、トリガーを引いて、やらした事件ではないっていうふうに僕は思っておりますので、ね、お悔やみ申し上げるということですよね。さあ、今度はですね、このオサムの証言なんですけれども、一番気になるのはですね、オサムがいつ知ったのかということなんですけれども、この裁判で一気通貫してオサムが言っていたのは、事件が発覚、ね、起こるまでは知らんかったという立て付けですね。起こるまでは知らんかった。起こった後にね、ことをね、こと細かくですね、発言してるんですけれども、まずですね、この被害男性とルナが初めて会った時の話から、裁判は始まっていきますね。ルナが言ったらしいですね。前々からクラブに行きたいってたまに言ってたらしいですわ。だまたこの日もですね、クラブに私行ってみたいねん言ったらですね、お母さんの、ひろこのお母さんがインターネットで検索して、今日はこんなディスコがね、なんか閉店でなんかイベントやるみたいからこれに行ってみたらとお母さんが探してみたいですわ。そうしたらですね、ルナはね、一人で行くのは嫌やと、コンビニも一人で行けないルナですからね、お父さんがそうか、ほな俺が一緒に行ったるわっていつものように一緒にクラブに行った。で、なんでクラブの仲間でお父さんが一緒に入って行ったかというとですね、自分も少しこのイベントに興味があったということなんですよね。で、娘も心配やったということでクラブの中に入っていく、この流れでこのイベントに行ったということが明らかになりました。そうしたらですね、初めはですね、ルナも端っこの方で踊ってたらしいですわね、お父さんと一緒に。ところがですね、だんだん盛り上がってくるとルナはセンターの方に行って踊り出してですね、あるグループと遊び出した。このあるグループっていうのがお姉さんグループらしいですね。要するに被害男性だけではなくてですね、女装家なのか女の子なのか分かりませんけれども、戻ってきた時にお父さんにね、お姉さんたちと一緒に遊んでもらってたのを言うて、お父さんのとこに戻ったみたいです。なんかこの辺可愛いよね。僕可愛いなと思ったんですね。この発言を聞いてね。そしたらお父さんが、あ、そうかーって言うたらしいですわ。そしたらね、この時ルナがね、お姉さんがね、カラオケに行こうって言ってるから一緒に行っていいって聞いたみたい。ね。で、連れてきたらしいですわ、その時に。このお姉さんと一緒にいいって、まあ、簡単に連れてきたらしいですね。そしたらですね、お父さんはその時に、この被害男性女装家を見て、女性やと思ったという発言をしてるんですね。まあ、これはどうかなと思うし、思うねんけど、まあ、暗いしね。まあ、なかなかね、化粧もうまかったから女性やと思ったんかもわからへんね、ほんまにね。でですね、ルナがこの人とカラオケに行っていいって言うから、お父さんが、うん、いいよって、なんでうん、いいよって言ったかって言ったらですね、まあ、これは社会経験にもなるし、ルナは引きこもってるし、いいんやないかなっていうふうに思ったらしいですわね。そしたらですね、そのお父さんがその被害男性に聞いたらしいですわ。よろしくお願いしますって言うたらですね、その時にその被害、男性がですね、はいって返事した、その声を聞いて、そのハスキーな声を聞いて、こいつ男かと、女装家の男かと、そこで初めて気づいたということなんですね。で、それからね、ルナはですね、カラオケに行くって言ったんですけれども、要はホテルに行ったと。で、ここで、
ある事件が起こるんですね。で、ルナはですね、その中に入った時に、エッチを4回か5回やったんですって。ほら、絶倫じゃねえ。60歳やったかな、この被害男性ね。絶倫やね、4回か5回やったらしいですわね。で、受け入れたんですよ。レイプではないんですよ。ルナは合意の上にそれをやった。これは裁判で明らかになりましたね。で、裁判明らかになったんですけど、ルナは何を起こったかというとですね、4回か5回やってて言うからね、これ俺らでも分からへんやね、4回やったか5回やったどの分からへんのはそれぐらいやったらしいです。まあ1回や2回ではないいうことやから大変な数やってるわね。これ絶倫やねいうことなんですよ。ちょっといやらしい話になるからここは置いといてね。そしたらですね、なんと最後にですね、なんか邪魔くさがあってね、それまではですね、近藤さんをですね、近藤さんの力を借りればですね、思い切った行為ができるじゃないですか。近藤さんの力を借りてですね、やってたらしいんですけれどもね、もう最後はなんか知らんけどですね、近藤さんもういらんという話になったらしい。邪魔くさーいう話になったらしいですわ。で、近藤さんあっちへ行っとってっていうことになって、最後は本番行為を生でということになったわけなんですね。ごめんなさい。どんな風に表現したらいいかわかりませんね。そしてですね、それで、なんで否認してくれへんかったのということになるわけですわね。だけれども、ごまかされたらしいですわ、その場でね。そして、なんと、シーツには血がついた。この証言からわかりますね。ルナはなんと、この年齢で、30手前の年齢でですね、症状だったということが、想定できますね。推測できますね。そして、家に帰るときに、もう、車の中で、お父さんにそれを告白したらしいです。お父さん、迎えに行っとったんやね。ね。で、迎えに行っとって、帰るときにね、実はね、って、否認されなかったの、ってお父さんに言ったらしいです。ここもなんか可愛いよね。なんか聞いてた話を違うよね。で、お父さんも本当はまあちゃんとしたお父さんよね。そうか、何やお前否認をせんとされてやったらこれ大変やないかいうことで、そこですぐにアフターピルってあるんですかね、このピルの処方をしに行ったという安心せいやいうことなんですね。で、そっから数日経った時にルナが家族に言ったらしいですね。実はね言うて、あの時のあの行為ね、私すごく腹が立つからね、あの人を見つけてね、なんで最後にね、近藤さんをですね、つけてくれなかったというねことの理由を聞きたんやと、そして謝ってほしいんやということをお父さんたちに告げたらしいんですよね。で、それを聞いたお父さんはですね、そうかとね、分かったとね。で、まあ、これはうまいこと言うたらですね、こういうこと、うまいこと言うたらっていうか、こういう立て付けでさ、娘がね、ひどい目にあって、で、娘も精神障害を持ってる多重人格者でね、しょっちゅう自分ももう数ヶ月に一回G マルしようと、体をバンバン傷つけるとね、そして、要するにもう薬も飲みすぎる、なんとかっていうのがあるじゃないですか。薬いっぱい、なんとかっていうのがあるじゃないですか。あれをやってるのでね。これは精神的に落ち着かせなあかんいうことでですね。ほかと分かった。あんな会いたいやったらね。そのともちゃんっていう名前しか分からなかったんですよ。ルナは iPhone6 やから LINE も入ってないから電話番号を聞いてなかったらしいですわ。そしてこのともちゃんね。そしてこの、LGBT 関係ですよね。そういった女装家の方が出入りしているイベントは今日ないかということで探しに行ったらしいです。札幌鈴木のいね。お父さんはね、このルナの思いを叶えるためにということですよね。そうしたらですね、2件目で見つかったらしいです。2件目におった、ともちゃんおった、いうことでね。ルナはともちゃんと会いに行くわけですわ。父さんがちょっと離れたところでその話を聞いてるいうことですわね。そしたらルナが帰ってきてね、もうお父さんもう大体もうこんな話ですわ。こんなことは僕はじゃあ全部聞いたわけじゃないよ。だけどこんな話です。わかりやすく説明しますよ。もう大体話が終わってね、で次会う約束してんでね、次また何月何日にね、電話番号も聞いたから会う約束したね、だからその日に会うねん言うて、この内容がね SM するという内容だったらしいですわね。でお父さんもまあここはちょっとどうかな思うんだけど、そうか SM すんのかいうことで家族で SM の練習をしてたとね。でこれも頻繁にやってたわけじゃないとね、お父さんとお母さんが後ろでなんかこんなに手を回すようなふりをしてですね、でルナが後ろからこのお母さんが買ってくれたスカーフで首筋をこない風にやってね、どうやええかええのが気持ちいいんかというソフト SM の練習をしてたと、これは一回きりやということなんですね。そしてですね、その当日にお父さんは送ったということなんですね。まさか首を
チョンパしに行くと思って送ったのではないと。ね。そしたら数時間後、ルナが戻ってきたと。家に送ったと。で、その時に、ルナはすぐにトランクケースを開けたらしいですよ。で、開けたらですね、なんか黒いビニール袋の中にですね、なんか入ってたからお父さん聞いたんですって。おい、ルナ、お前そんな、何が入ってんねんって聞いたらですね、ルナはね、うん、頭が落ちてたのって言ったらしいです。なんかスイカみたいやなと思ったらしいです。ね。で、その時にお父さんはですね、なんとなく嫌な予感がしたみたいな雰囲気ですわ。でも中は見てないんですよね。その時に気づいてはいないんですね。で、そのままですね、あ、そうか、みたいな形の中で、ルナお風呂に行く言うて、2階にお風呂がありますからね。白い建物の2階にお風呂がありますから、2階にお風呂に行ったと。で、その時にですね、ルナが出てくる時にパッと見たらですね、その帰りしなに、なんかルナがね、パーティーやりたいから氷買いたいって言ってたらしいですわね。いい家に帰って氷を買いに行ったんじゃなくて、その犯罪を犯して帰りしなに氷を買ってたみたい。なんか二つか三つの袋ね。なんか知らんけど黒いビニール袋に氷で被さってるものが見えたっていう発言はしてますけれども、その時に組ちょんぱの事件の報道も当然されていない。されていないんだけど、そこまで気づかなかった。ね、ただ首を拾ったのという言葉を聞いて、うーんと思ったということなんですね。そしてルナがですね、もう一軒クラブに行きたいって言うから、そうか、いうことでクラブに行った。そしてその日の夕方に調べてみたら、お父さんは、この事件、札幌で騒がれてる事件は、うちの娘がやったんやないやろかということに気づき出した。そして立て付けはこうなんですよね。なんで20日間もね、お父さんもお母さんも警察に連絡しなかったんですかっていうふうに、警察から聞かれたらですね、こういうふうに答えたんですよね。もう事件が、テレビで報道されているとね、そして自分の家の前のゴミ袋なんかを警察が持って帰ったりね、ひろこが警察に、尾行されている、こういうことがもうすぐに起こったらしいです。すぐに起こったので、あ、これは娘はもう数日後に逮捕されるなということは気づいていたんですね。そしてですね、これをお父さん曰くね、おさむ曰く、これを警察に通報するということは、なんか娘を裏切るような気持ちでね、娘を警察に突き出すということは心情的にできなかったという親心なんですね。でも数日ではなくて、なんと20日間も警察に逮捕されなかった。これは想定外やったという発言にしてます。もっと早く警察が来てバーン行かれると思ったからね、しばらくの間娘と一緒にいていようというお母さんの気持ちであったり、お父さんはね、このルナをまあ精神科医ですからね、治療もしとったという形の中でね、壊れていく。これ以上ルナを警察にね突き出したらもっと壊れて大変なことに、ね、なる。そんなことは娘に対して俺はできないという気持ちの中からずるずると20日間の時間が経ったという立て付けなんですよね。さあ、いかがでしょうかね。今が大体これ裁判で言われたことなんですけれども、まあ、あとはですね、この歪な家族関係なんて言われてますけれども、例えばテレビのところにですね、私はルナの奴隷です、言うてお母さんが綺麗な字で張り紙をしてましたよね。こういったことはですね、ルナに支配されていたっていうね、そういう奴隷であるということを書くことによって、ルナは先ほど言ったように自分で傷つけたり自分でGマルをしたり、そんなことね、オーバードーズや、そう薬のことオーバードーズをやったりするので、それを貼ることによってルナがそれを見て なんかこうちょっとでも安心したらいいね。それがルナを壊れていくのを防ぐ一つのね、処方箋みたいな形になるんじゃないかというつもりで貼っていたということなんですね。なので別にですね、このルナ自体に恐怖で支配されていた、テレビとか報道されてるね、ルナに恐怖に怯えていた家族ではないんだということなんですね。ルナが壊れていくことを少しでも防ぎたい、その気持ちで、親心で、親の愛情でルナの言うことに、逆らわずに聞いていた、そういう恐怖なんですよという説明をしていました。で、なぜかというとですね、ルナは多重人格者で、ルナは死んだという発言をしていますね。私は死んだ、そして私の中にいろんな魂が入ったり出たり しながら、私の中にはシンシアというルナの主人格になったらしいですわ。このシンシアっていうものの時の、ルナがほとんどやったらしくて、もうお父さんもお母さんもシンシアのルナに対しては親としての存在感が全くないんですって。このシンシアのルナから見てみたらね、だから親として娘を叱りつけるとか娘を教育するとか指導するということは、このシンシアのルナに対しては全くできなかったということがあります。で、たまにルナに戻った時にちょっと親になってたみたいなニュアンスの発言があったりなかったりということなんですね。
というのが今回の裁判の全容なんですけれども、ここまで聞かれていかがですか？ここまで聞かれてね、思いましたね。皆さん思いましたね。やっぱりお父さんもお母さんもね、これはルナがあまりにも異常な精神状況にあったから、壊れていくのを防ぐためにね、ルナに従っていたんやと。あ、なんや、張り紙もそういうことなんやと。あれちょっとおまじないみたいなもんやんな、もんなんやとね。で、お父さんもお母さんも知らんかったんやということでね、これはルナが壊れていった犯行、サイコパスのルナがやった犯行で、お父さんとお母さんこれ冤罪やないんやろかっていうふうに思われた方がほとんどなんですけれども、さあ、ここからですね、僕はやらしい人間ですから、斜め45度で考察を軽くしてみたいと思います。もっと裁判が進んでいくので、考察っていうのは変わっていくもんですからね、それは勘弁してくださいね。ただ僕の考察は、過去の考察とこの裁判の流れを聞いていても、1ミリも変わりませんでした。なぜかというとですね、まずですね、一番の、まあ、この裁判はですね、知っていたのか知っていないのかっていうことが一つの裁判の論点になるんですけれども、一つはですね、この裁判を聞いていると、家族こうですよね、お父さんもね。ルナの話を全部聞いてルナに従っていた。これはよくわかりますよね。SM しに行く言ってもお父さん送るわけですからね。そしてもう一つ見えたことは、この裁判で見えたことはね、ルナは家族に何でも話をしていた。これが見えたんですよ、僕ね。あ、ルナって結構、おい、あれせえ、僕はちょっと勘違いしたのはね、あれせえ、これせえ、あれせえ、これせえ言うて、本当は SM の女王様みたいにですね、人の話は全く聞かないで、そういうような状況だったと思ってたんですけれども、違いましたよね。お父さん、この人と一緒に、お姉さんたちと一緒にカラオケ行っていいとかね。何でも家族に相談をして、何でも話をする。ルナ像っていうのが僕見えたんですよ。この家族の中でね。ということはね、ということはね、これこういうことじゃないですか？これあくまでも考察ですよ。ルナはね、お父さんに、探して謝ってほしい。ね。で、なぜゴムをつけなかったのか、近藤をつけなかったことを聞きたいっていう話をして、そして会いに行く前に、手錠であったり、ノコギリであったり、いろんな SM の道具をお父さんに買い揃えてもらっていた。そして家族でも練習していた。こういった話全部しているルナがですね、この、僕はこう思いますよ。ホテルに行くときに、僕はお父さんに言ったと思います。私はあの人の首を借りに行く。この言葉は言ってると思います。これを、この裁判からルナは親に何でも話するタイプで、ここを上手に隠しながら、ソフト SM しに行くねん、被害男性とというようなタイプではないような気がします。私、この恨み、鼻差で置くべきか。私の処女を奪った憎き奴の首を借りに行くぞと、SM チックなサディスティックな M はね、このようなことを匂わすようなことをお父さんに言ったんだよ。つまり、お父さんは、ルナが首を借りに行くことをもう知っていたっていうのがこの裁判で僕は見えてしまったということですよね。そうでなかったらおかしいんですよ。何がおかしいかというとですね、スカーフで首を後ろ手にして練習の時にね、アハン、ウフンみたいなぐらいのソフト SM ぐらいをしに行く娘に、なんでノコギリ買うねんっていう話。なんでノコギリ買うねんと。なんで手錠を買うねんとね。そこまでのことをね、やるということは、これ完全にこの考察ちょっとね、ここはあんまり入れたくないねんけど、今説明するために必要ですよね。お父さんは共産主義者ですよね。バリバリの共産主義者ですよね。そしてお父さんは、僕はこんな考察してますよね。精神科医として、医者として、ルナ、精神異常を持ってるルナを、ある意味自分のモルモットにしたのではないかという考察をしていますよね。その通りなんですよ。ルナの口から、ね、自分を被害に遭わせた男性、これの首を借りに行くということを聞いたお父さんは、それの自分のモルモットの実験結果を見るために手伝いをしたのではないかというふうに僕はまだ見えているんですよね。これはオサムの裁判とルナの裁判が始まるまでははっきりしませんよ。ただ言えることは、精神科医ですよ。精神科医のお父さんがこういった裁判の機会で発言をするときにですね、まあ精神科医って僕ある意味サイコパスと思ってますからね、このみんなの気持ちをコントロールするような、しかも悪魔の証明に近いことです。知っていたか知っていないか、そして自分はルナのことを愛していたがゆえの、いわゆる警察に通報しなかった、そして愛してるがゆえのこういったノコギリなんかをルナの
気持ちを壊さないために買いに行ったという、この証言は真実と本当の彼の気持ち、このモルモットにしようという気持ちを逆転させた表現でもある。こういうことをやりますよね。サイコパスっていうのはね、僕はまだそのように思っているということですよね。それではですね、なぜですね、なぜということにしましょうか。このお父さんが共産主義者であるということであったりですね、ルナをモルモットとしてね、これを実験させようということを完全に省いたとしても、こんなことはちょっと JJ 考えすぎやと、そこまではいかへんやろうとしてね、ただお父さんは知っていただけじゃないのという考え方もありますよね。とするならばですね、こういうことが考えられませんか。お父さんが知っているだけとするならば、その、まあ、いわゆる被害男性をモルモットとして、ね、ルナに実験させようということ以外に理由があるとしたら何でしょうかということを考えるんですよ。共産主義者とかそのモルモットとかそんなこと関係なしに、ただお父さんが知っていたのに、ルナが首を借りに行くという発言を聞いている。そしたら普通なら止めるのに、なぜ止めなかったのかっていうことを考察してみましょう。その状況になった時に、それは三つ理由が考えられます。それはですね、浦さん、あ、ごめんなさい、被害男性の名前言ってしまいましたね。この被害男性がいなくなってほしいという理由がお父さんに別にあったのではないかということなんです。これは昔から僕は考察していますよね。お父さんと被害男性は前から知り合いであったのではないかっていうのが僕の考察ですよね。もしもですね、このルナが首を借りに行くということをね、お父さんが聞いて、しかも道具を用意したのであれば、お父さんはこの被害男性がいなくなってほしい理由が一つ目あったのではないかというのが一つの条件。ね、これは、ルナを生かしたことになると思うんですよね。そして二つ目はですね、まあ、これは親の心情として、娘の処女を奪い上がって、このドアホを分かった、ルナやってまいという気持ちがあったのか。そして三つ目ですね、溺愛する娘の夢を叶えてあげたかった。いろんな理由が出てきます。これはまた裁判が始まるまで分かりませんけれども、一つこの裁判で見えたことは、たった一つですね。おさむは知っていたのではないか。このようにルナが何でも家族に話をするタイプということは、このホテルに行くときにお父さんに言ってると思います。首を借りに行くのよ、ルナは、と。ね、ドライバーさん、シンシアとして行ったわけですからね、ルナとして行ってるわけじゃないですから、シンシアとして行ったわけですから、シンシは言ったと思います。ドライバーさん、私は首を借りに行くわよ、と。このことを聞いた。で、このことを聞いた、お父さんは精神科医ですから、ルナのことをずっとしていますから、そこまでやるだろうということは想定内だった。つまりこれはお父さんとしてはですね、このノコギリを買ったということと、まあ、この、状況からですね、検察は、そうやないか、せやないか、こうやないかということで、お父さんの裁判はここを突かれていくのではないかと思います。ただですね、今回の裁判はお母さんの裁判ですから、お母さんに関してはひょっとしたら本当に無罪になる可能性があります。これ家族でなかったらですね、警察に連絡しなかったことっていうのは罪に問わないという規定がありますから大丈夫なんですよね。だからここをですね、ちょっと難しいですよね、警察としてもね。さあ、ここまで聞いて皆さんはどう思いますか。ね、今回はですね、考察はね、あまりしないでおきますけれども、僕は先ほど言ったようにこの裁判の争点は知っていたのか知っていないのか、この心理戦です、心の中を覗いて暴いていくというですね、悪魔の少年の裁判を検察側の状況証拠、なんでこの時こうしたんですか、で家族側の証言、ここが争うのが争点になってます。ただ僕はですね、必ずこの裁判を聞いていてですね、必ずというか感じたことはですね、あれ、ルナってちょっと俺が思ってたような S ではなかったな、何でも親に話をする相談するようなルナ、ルシファー、シンシアもいたのだな、シンシアにね、ルナ飼ってますからね、いたのだな、ということは首飼いに行くということをお父さんに発言していたと思う。ということはお父さんは知っていた。知っていた上で手伝ったということは、これは殺人幇助、お父さんは確実やな。もっと奥の底、もっと奥のところ、先ほど言ったように共産主義者であるとか、モルモットにしたとかですね、お父さんが黒幕であるというのは、この二人の裁判が始まらないと、まだまだ考察はね、十分ではないと思います。ただ今回のお母さんの裁判、このように考えました。いかがですか皆さん。今日の動画は面白かったですか？はい。
うん、うん。ジェジェ、一日遅れたから、俺大体お前に言ってたことは情報として仕入れてた。どうもすいませんって言って。だって仕方ないやんか。で、昨日はもうね、ちょっと違う動画どうしても上げたかったから上げたんですけどね。ということでね、今日初めて見た方はですね、また動画が長くなりましたけれどもね、まあこういうような形でですね、こういうような形でですね、一つの事件をですね、真正面から捉えるのではなく、斜め45度から覗いてみて、真相はここにあるのではないかというですね、この変態赤マスクが事件を考察する動画ですのでね、要するに、時事ネタ、事件をそのまんま皆さん方に情報をお伝えしていく番組ではないのでね、そこは感じないでください。事件の真相っていうのは、まだまだね、奥深いところでですね、根付いているところがあるのではないかということを追求。すいません、途中で電話が入って、切れてしまいました。ということです。はい、以上 JJ チャンネルでした。ありがとうございます。